不在。職員会議か何かかな。あ、鍵は開いてる。怒られないかな。そんな。そうだね。私の友達にこの匂いが大好きな子がいるの。そう、変わってるよね。包帯かな。疲労のせいじゃないよ。私が閉じっちゃったんだから。どうしたの？そんな大声上げちゃって。そう？
そういえばさ、初めて会った時もこうして私を保健室に連れてきたよね。そうよ、拾うとぶつかって転んだ拍子に手をひねっちゃってさ。私は大丈夫って言ったのに、ダメだってヒロウが言ってさ、無理やり連れて行くんだもの。そうよ、忘れちゃった？拾う？拾う？もう、どうしちゃったの？急にぼーっとして。本当に？ならいいんだけど。嬉しかった。守るって言ってくれて。私だけの特別じゃないの？ありがとう、ヒロウ。もうすぐホームルーム始まるね。だいぶ楽になった。わかってるわよ。あ、明日から冬休みだから
ヒロウを遊びに誘おうと思ってたのに。ちょっとくらいなら。ヒュン。そうする。うん、ヒロウ先輩。ヒロウくーん。変な噂を聞いたんですけど。そうそう、でもヒロウ先輩が真田先輩を階段から突き落としたって。マジっす。マジマジ。喧嘩っすか？ドメスティックバイオレンスっすか？言葉のあやですよ。でもなんで私は殴って麻美先輩は殴らないんですか？そんな。なるほど。ヒロウ先輩、これから予定あります？麻美先輩とカラオケ行くんですけど、ヒロウ先輩も来ますか？暇だったらでいいから。残念だよ。はーい、真田先輩とのデート楽しんできてくださーい。
デートなの？くわくのいち？ん？うん。私の顔に何かついてる？何を？意味？疲労に特別な能力なんてあるの？誰もが持ってる？もともとこういう顔。知らなくてもいいことはあるから。知ってしまったから辛いことも。知らないってことも一つの生きる手段なの。そのうちわかる。それじゃ。大丈夫？
なんじゃもう来とったのか。何しとるんじゃ。の聞き方には気をつけい。ヒロウが新聞を見るなんて珍しいこともあるもんじゃな。気になる事件でもあったのかい。こりゃ今日は猛暑じゃの。そのまんまじゃ。ほんと口の減らないバカ孫だね。おまんま食えてると思ってるんじゃ。おや、お客さんかな。ちょっと行ってくるわ。なんでじゃ。うん、おい拾う。なんでわかったんじゃ。うん、知らん。知らんものは知らんのじゃ。たら払ってしまうわ。そんなことより拾う。朝は食べていくのか。塩鮭が残っておったの。作ってやるから。ちょっと待っておれ。老いぼれをこき使いおって。拾う、ないぞ。
次にヘマしたら呪い殺すからな。よう噛んで食べるのじゃぞ。なんじゃ？すり替えよったな。糖分摂取は唯一の趣味じゃ。すごい。なんでそんなすぐ私だって分かったの？